皆さんこんにちは、ペスでございます。信長の世の蒼天録ですね。今日もやっていきたいと思います。さあ、そういうことか。ああ、そろそろ誰か移動か。どうしようかな。じゃあ、やっぱり吉見さん、吉見さん、何があったんやったっけ。演説は持ってない。能力は回収と。ああ、でも混乱持ちか。
だいぶか。いいかな。まだオレンジやからね。あ、負ける。あー、やられた。てるんやな、忍者が。
しようかね。まあ、ここはそのままでいいとして。落ちんか、そろそろ、まだ、まだもうちょっと体力あるか。では回しちゃいましょう。よいしょ、はい、ちょっとあれするけどね。するか、こっちはまだあるか。で、ああ、ここもあれになったしね。ちょっと毛利さんの方はもうちょっと待とうか。
使い回しても、9月下旬なんでね、ちょうど冬迎えたところで終わりにしましょうか。先生亡くなった。おお。どどん。ああ。マロさんじゃないかな。多分あ違うか京極さん。ああどうやったっけな。高津さん。天海さんが怒ってる。あとけさん。では、今回ここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。